い、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃーん、恒例の雑談セルフカラーをしていきたいと思います。ということで、今回使うのは、じゃじゃん、こちら、クイスクイスデビルズトリックのキラーブラックというカラーを使います。なんとこのセルフカラートリートメント、1袋260円です。バリ安くね。はい、これはですね、前赤を使って染めたことがあるんですけど、その時からもかなりの量リクエストをいただいていた、このキラーブラックをね、やっとゲットしたので使ってみます。で、このクイスクイスのデビルズトリックとは何ぞやって方もいらっしゃると思うんですけれども、これはまあ大体7日間で落ちるヘアカラートリートメントなんですよ。だから7日間かけてどんどん落ちていって元の髪色に戻るみたいな感じですね。で、ヘアカラートリートメントなので、普通のヘアカラー剤と違ってあんまりね、髪も傷まないし、しかも色も変えれるということで、そのさ、髪色をいっぱい楽しみながら髪も傷まずに、しかもちゃんと髪色にが元に戻ってくれるっていうのがすごくないですか。このブラックだと多分皆さん逆に黒染めに使いたいんじゃないかなと思っていて、このクイスクイスのデビルズトリックっていうのは赤とかピンクとか紫とか本当にいろんなカラーがあるんですけど、多分キラーブラックの場合はなんか卒業シーズンとかで1週間だけ髪を黒くしたいとかいう方が使いたいなと思うやつだと思うので、ちょうど今からの時期使えるんじゃないかなと思うので、今回動画にしてみました。実際ね、こんな感じでかなり明るいカラーもこうやって黒に染まるみたいなので、すごい楽しみ。前回ね、赤を染めた時もすごい綺麗に染まったし、めちゃくちゃ可愛かったので、これもすごいね、今期待して使います。まあ、ということで染めていきましょう。それではレッツゴー。じゃあね、いつも通り私はニベアを塗っていきます。結構このトリートメントは使ったことないんですけど、黒染めの経験はめちゃくちゃあるんですけど、黒染めってね、本当におでこについたらね、めっちゃもうしばらく取れないんですよ。かなりあれ痛い思いするので、もう特に黒染めの時はニベアは必須ですね。このトリートメントは素手でね、染めれるっていう風に書いてるんですけど、私はね、前回も前々回も一回使った時、結構ね、手にこびりついたので、なので、もう、自前のゴム手袋を使います。まあ、ゴムかビニール手袋、どっちもね、家にあるんですけど、私的にはゴムの方が染めやすいかなと思ってます。ちょっと髪にひっつくけどね。で、これはですね、一袋でだいたいセミロング用らしくて、肩につく程度の髪の長さだったら、一袋でいいって書かれてるんですけど、私が今まで使った経験だと、前ここら辺まであった時に4袋くらいでちょうどだったんですよ。で、今は、ま、髪ここら辺なんですけど、一応足りなかった時が怖いので、今回も4袋購入しておきました。なので、今回もま、だいたい4袋くらい使って、まあ、染めていくのでご了承ください。だから実際に染めていくんですけれども、これね、ここに記載されているしっかり色づく秘密の儀式というのが、乾いた髪をよく溶かし、そのままたっぷり塗布、目の粗いブラシでなじませて待つこと5分、普通にシャンプー&トリートメントをしたら綺麗に染まるみたいです。まあ、ということでね、しっかりと溶かしてセルフカラー開始。じゃあ開封していきます。実際出してみます。見て、めっちゃブラックっていうか、もはや青じゃね？ほら、紺色。じゃあこれを実際に髪の毛につけていきまーす。今髪がね、前回しっかりオレンジに染めたから、オレンジからブラックに染まるかみたいな感じですね。で、ブリーチのありなしで言うと、私は一回ブリーチした髪を、まあ、間違えて黒染めしちゃったことがあって、それが大体落ちて今オレンジみたいな感じです。で、これさ、ここにローズの香りって書かれてるんですけど、しっかりローズの香りがします。前ね、レッドを購入した時もオレンジの香りって書いてて、しっかりとオレンジの香りがしたんですよね。だからね、香り的には全く臭いとかがないですね。本当になんかローズの香りのトリートメントを塗ってる感覚です。結構さ、セルフカラー剤とかって臭かったりもするのでね、そういう面でもやっぱトリートメントめっちゃいい。しっかりとね、うなじとかこの生え際のところとかものせていきます。しっかりもみあげも塗るし、あとは耳の裏も絶対に忘れないようにします。特に黒だとムラになるとめちゃくちゃかっこ悪いからさ、私自身気をつけないと。私は特にね、私前回のシェイププリンめちゃくちゃ髪傷んだんですよ。前もそれを同じ種類の違う色を使った時にめちゃくちゃ髪が切れてですね、傷みまくったので、ちょっとしばらくは髪をいたわる作業にするというか、ちょっとなるべく髪にダメージの少ないヘアカラー剤をしばらくは続けようかなと思ってます。
韓国のヘアカラー剤ってめちゃくちゃ綺麗に発色してくれるし、色味も本当に可愛いから私も大好きなんですけど、その分ね、髪がめちゃくちゃ痛むと。そんな感じで言ったら結構ほら、もう一袋なくなりそうな感じです。ほら、あとこんな感じ、少なくない？なんか結構このトリートメントはポイントで、なんかこのインナーカラーとかだけに使う方が多いと思うので、なんかめちゃくちゃ使う方はいらっしゃらないかもしれないけど、でもね、多分黒だと結構全頭に使いたい方が多いんじゃないかなと思うんですよね。でこのトリートメントはですね、健康な髪とか白髪の方とかには全然染まらなかったりもする。だから結構傷んでる髪ほど染まりやすかったりもするので、人によってね染まり具合は違うみたいなんですけど、私はね多分ね、もうセルフカラーとかブリーチとかも全部自分でしてるからめちゃくちゃ傷んでると思うんですけれども、それを目安に見てください。じゃあ2袋目も開封。はい、真っ黒、これ塗っていきます。私もさ、なんか学校、私高校の時もね、よく夏休みとかになったら染めてたから、私もこのセルフカラーの黒の存在知ってたら使ってたな。もうさ、夏休み明けは毎回もう黒染めしないとって追われてたし、でもやっぱり制限がある時ほど髪ってなんか明るくしたくなっちゃって、よくね高校とかの時先生に怒られてました、黒染めしなさいとか言って。じゃあ一番上も塗っていきます。はい、黒い。なんかこの色の感じだとさ、めっちゃ真っ黒に染まりそうですね。ほらこれですよ、もう習字の黒、イカスミの黒やんこれ私前回もなんですけど、まあ、5分置くって書かれてるんですけど、正直ちょっと5分じゃ不安っていう。でなんか前も10分か15分くらい置いた気がする。なんかもうトリートメントだし別に傷まないならいいかなと思って、私はそんくらい結構置くことが多いですね。前回の赤もねすっごい発色良かったから、それもぜひ見てほしい。あれめちゃくちゃね可愛いし、おすすめです。ほら本当にさ、あっという間になくなるから、もう2袋でロングとか絶対無理ですもんね。ほらこんくらい。私が贅沢に使いすぎなのか、そんなこともない。まあいつものセルフカラー通りに使うって感じですね、私は。じゃあ3袋目も開封。もう割とね全体的に濡れてきてはいるんですけど、でも多分今のままじゃムラになりそうなので、しっかりと揉み込んでいきます。皆さんは映画ミッドサマー見ましたか？もうこれは公開前からかなり話題になってた作品で、私自身ね結構1年前くらいからずっと公開待ちきれんって感じで、この前やっと見に行ったんですけれども、最強に謎な世界が広がってて、何を見せつけられてるんだって思いましたでもなんか普通に私はでも面白いし好きでした。まあでもなんか1回でいいかなって感じだけど、まあでもなんかあまりにもみんながなんかやばいやばいって言うから、私も期待しすぎてなんか謎だったし上って感じだったけど、まあでもなんか耐えきれる程度だったから、ある程度覚悟していったらそこまでひどくないと思います。本当にさ、ずっと塗っててもめちゃくちゃいい匂い、本当にローズの香りがするから、あーこれは気分いいわ。黒の場合ってさ、結構黒自体が色が強いから、もともと髪が明るい人とかってしっかり戻るのかもすごい謎ですよね。だそれもね私自身めっちゃ楽しみだなって思うんですよ。じゃあね、結構全体濡れてきたので、ちょっとここら辺で一回髪を揉み込みます。多分もうこれでも十分足りると思うんですけどね。もうねちょっと鏡見た感じ、ここら辺とかちょっとムラなんだよね。だから怖いから一応4袋目も使っておきます。どうせね他で使うタイミング私ないしね。ということで4袋目開封。なんかここら辺ですね、ここら辺がやっぱ私いつも鏡見ながらだけど、実家では洗面所見ながらちゃんと鏡でやってるから、ちょ何も見てないとさすがにちょっとムラになるわ。じゃあここら辺にのせていきます。まあ皆さんは鏡見ながらしっかりやると思うのでムラにはなりにくいと思いますが、怖いなぁ。なんか毎回なんですけど、実はムラになったらどうしようってめっちゃ不安だから、めちゃくちゃねこうやって気の済むまで私は揉み込みますなんかそれでもねやっぱりなんだかんだムラになることってめっちゃあるから、もう仕方ない、まあセルフカラーだから仕方ないんですけど、そうでもやっぱ揉み込みが大事。でもこれってセルフカラー剤と違ってなんかちょっとトリートメントがクリームっぽい。うん、よかった、今です。壁めっちゃ汚れてるかと思ったけど何もついてなかった。だからクリームっぽいからねめっちゃ重いんですよね。だから揉み込みがね、いつもはファサファサファサってね泡カラーとかできるんですけど、めっちゃ重いから揉み込みにくい。
はい、まあ今もうびっくりするくらい揉み込んだんですけど、一瞬ねちょっと目の粗いブラシでやろうと思ったら結構やっぱ重いからちょっとあんまり私入らなくって、髪が傷んでるのもあって髪がさ切れちゃったりするのも怖いので、私はブラシで溶かずにもうしっかりと揉み込んでおきました。こんだけ揉み込んだらもうさすがに大丈夫だと思う。そしたら私はいつもの通りこの状態で紙ゴムでお団子を作って、でビニール頭を作ります。今日はスーパーの袋、なんかヘアカラートリートメントの時も結局こうやってビニール頭作ってちょっとある程度時間置いといたら結構綺麗に染まることが多いですね。まあヘアカラートリートメントの場合は5分くらいでいいって書いてるんですけど、私はなるべく綺麗になんか染まってほしいから、まあ10分から15分ほど置くと思いますが、まあそれを真似するか真似しないかは皆さん自己責任でやってください。ということで、まあ10分から15分後洗い流そうと思います。それでは完成までバイバーイ、じゃじゃん。そしたら完成まで3、2、1、じゃじゃーん。こんな感じになりました。すごい綺麗にさ黒に染まったくない？でね、髪がサラッサラです。ということでこんな感じでね黒に染まってくれました。まあ実はめちゃくちゃ綺麗に染まったかっていうとね、結構毛先はもう緑っぽい、かなり黒に染まってくれたんですけれども、根元はちょっと茶色っぽいので若干グラデーションみたいな感じに染まってます。まあね、袋に説明書きがあった通り、やっぱり傷みやすい箇所は染まりやすいし、あんまり傷んでない髪は染まりにくいとのことだったので、私の場合多分これくらいから下はね全部一度ブリーチをしてる髪なので結構傷んでるんですよ。でもここら辺はまだブリーチをしてない髪なので、あんまり傷んでないからこそあんまり黒に染まりにくかったんじゃないかなと思います。だからといってそこまでムラムラに染まってるわけでもないから、私はあんまり気にしないかなと思ってます。後ろから見た感じもそんなめちゃくちゃムラに染まってるわけじゃなくないですか？結構綺麗に染まってくれてます。まあ染まり具合としてはこんな感じなんですけれども、やっぱりね一発目にめちゃくちゃ思ったのが、本当に髪が傷んでないっていうか、むしろ普段よりサラサラになってくれてます。めっちゃサラサラじゃない？普通に洗い流してからはシャンプーとコンディショナーをしただけで、でお風呂上がってからヘアオイルをね2プッシュずつ左右でつけてドライヤーするみたいな感じのいつも通りのケアだったんですけど、それでもいつもよりサラサラになってくれたので、髪の痛みをねマシにしつつなおかつ髪を染めてしまうということで、もう最強です。でここから7日間でシャンプーをするごとにどんどん元の髪色に戻っていくとのことなんですけれども、実際前の赤髪も結構1週間くらいで本当に元通り通りに戻ったので、これね今からどうなるか本当に楽しみです。でその間にどうせ動画を更新するので、またね私は1日ごとになんか完成した感じの動画を撮って、またそれはどんな感じで落ちたかっていうのは一つの動画としてまとめたいなと思いますので、髪色の経過についてはまた別の動画で紹介します。じゃあちょっとね太陽光に当たった感じも紹介したいので、今ちょっと朝日に浴びながらやってるんですけど、こんな感じです。まあ大体やっぱりねここが茶色でここが真っ黒って感じなので、太陽光に浴びるとやっぱりこっちはちょっと赤っぽさが増すけど、こっちは今真っ黒みたいな感じですね。まあ言うてもそんななんかめちゃくちゃひどいほどって感じではないと思うので大丈夫だと思います。なんでちょっと色の差があるんですけど、でも結構綺麗に黒髪になってると思います。はい、ということで今回のセルフカラーも大成功に終わりました。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。セルフカラー動画好きとかね、黒髪なんかいい感じだねって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。